はい、帰ってきました。髪切りに行ってきました。だいぶさっぱりしたと思います。めっちゃ切りました。いやー、ちょっと家族に髪切ったよって送ってやるか。仲良すぎ。いや、弟がね、髪染めたっていうことでね、 LINE にね、貼ってたんでね、僕も髪切ったってことで LINE に貼ろうかなと思います。自撮りなの。自撮りって恥ずかしいよね。俺嫌なんだよね、自撮りね。なんか未だになれないよね。いや、自撮り嫌なんだけど。やめだ、やめ。なんか、こっぱずかしいからやんねえぞ、俺は。はい。で、ですね。いや、髪切ったのはいいんだ。さっぱりしてね。いいんだけど、このさ、髪型さ、ちょっと再現性っていうかさ、再現度っていうか、なんと言いますか。まあ、素人の俺が、これ、セットできんのって話。いや、プロがやるからこうやってセットできるかもしれんけど、俺みたいなめんどくさがり屋な素人がセットできるのかなっていう、ちょっと不安はある。ちょっと、ぐるーっと回りますね。こんな感じなんですけど。こんな感じなんですけど。いや、これむずくない？いやー、どうだろうね。ちょっと練習してって感じですよね、きっとね。いや、どうする？これ、できなかったら。これ、できなかったらマジで、本当に27歳の短髪野郎だよ、ただの。いや、そうなんだけど。いや、だいぶ俺ここまで髪の毛短くすんの、久々だから、結構緊張してんの。長い方がなんか、もう慣れてたから、セットとかね。大変だ。どうしよっかな。どうしよっかな、じゃないんだけど。いやー、あと、なんか話すことあるか？特にない。特にないんだよね。特にない。うん。特にねえな。あっても別動画作るか。まあ、髪切ったよっていう動画です。では、まあ、これ、あれだな。アップしたら。家族の LINE に入りますか。では、じゃあね、バイ。